ご家族ご親族皆さん、今日はおめでとうございます。どうぞ座ってください。今ご紹介いただきましたように、私福田君とは日本ツン株式会社で同期入社の佐久間と申します。今日は長野県から参りました。寒いですね。今日福田君からスピーチのご指名をいただきまして、皆さんに福田君という、男を紹介するいい言葉がないかなと考えたんですけども、福田君は律儀な男、律儀という言葉が来ていると思います。エピソードをご紹介しますと、入社当時、2人とも彼女がいなくて、福田君に、彼女ができたら報告してねと話をしてたんですけども、律儀な福田君は年賀状を毎日くれるんですね。で、1年目の年賀状に書いてありました。今年はいい報告ができるように頑張ります。で、1年間待っていたんですけど、特に連絡はありませんでした。で、2年目になりまして、律儀な福田君にやはり年賀状をいただきまして、書いてありました。今年こそいい報告ができるように頑張ります。あ、今年はやりそうだな。今年は多分待ってくるな。僕ら2年目も特に連絡がありませんでした。で、3年目になりまして、年賀状をいただきました。律儀な男なので。で、書いてありました。今年こそいい報告ができます。去年と一緒だ。本当に。それから22年なるほど。最後の方は印刷してあるんじゃないかな。同じ年齢が欲しいな。皆さん、ロビンソン・クルーソーが無人島で船を回す何年かご存知ですか。彼は28年待つんですね。まあ、彼らの知り合いじゃないですけども、僕22年だから、危うくというか、もう少しでロビンソン・クルーソーが映ってきました。ただ、今日の福田君の嬉しそうな顔を見ると、22年の苦労も吹っ飛びました。まあ、ちょっと白髪出てきましたけど、22年、まだ甲斐があったのかな。先ほど皆さん見たと思うんですが、あーんして、あーんなんていいですよね。そこにね、打ち返ってやってみようかなと思うんですけど、間違いなく励まされるなと思ってやめますけど、これは恵美子さんはお料理が得意ということで、これから二人で福田家の新しい福田家の味を作られていくと思いますので、うちもお嫁さんが新しいメニューを出すと新作マゲの味と認定してるんですけども、二人で新福田家の味をたくさん作ってください。長野県、僕が住んでるところ諏訪からもうちょっと下の伊那の方なんですけども、何にもないところなんですけど、山がすごく美しくて、ぜひお二人いらしてください。綺麗なところをご案内しますんで、有料ですけど言うね言うね。じゃあ、本日は